それではのぶさんの楽屋挨拶好感度落下チャレンジお願いします。よし、誰かやな。 誰でしょうね。いやドキドキするな。誰だ。え、書いてない、書いてない。なるほど。誰書いてないやん。じゃあ、まあ最初は誰かもわからんから失礼しますって入ろうか。失礼しますでいいんか。いきなり。そうだね、マジで誰、うん、そうね。怖い。あんまりいきなり行くとなバレちゃうから。はい、失礼します。お、おいっす。おいっす。誰いないな。お前閉じちゃった。失礼やで。早いって楽屋挨拶にしては。失礼します。何も知らず楽屋で待っていたのは例の騒動で注目を浴びた TKO 木下。この番組では2度目の共演となるが果たして。閉じちゃった。顔よ見よ。はい、失礼します。おいしいです。おざす、おざす、お願いします。あ、嬉しい。お願いします。お願いします。笑ってるな。お願いします。ありがとう、この前相席。ああ、ありがとうございました。いや、ありがとう、ほんま助かったわ。スタジオで盛り上げてくれてありがとうございます。いやいや、もういや、よかった、ほんま。なんかわしらの番組周りちょろちょろしますもんね。なんかね、わしらの番組の周りちょろちょろしますね。怖い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 。やばい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 。ありがとうございます。いやほんまもうこの番組出てやもんね、ちょっとずつ出させてもらって。一番最初の、はい、そうでしたね、チャンスの時間。いやもうすいませんね、あの時は大丈夫でしたか。なんかすいません、あの時大丈夫でした。いやいやいや、もう評判良くて、周りからも、うん、親からも良かったなって、千鳥の影やでなんて言われて。お親からも。うん、いや、ほんまありがたかったです。いや、じゃあ良かったです、本当に、はい、座ってよろしか。座ってよろしか。うん、そうか、ええの、まだ時間。確かにね、何にも知らないから。そうかそうか、全然時間は大丈夫。楽屋挨拶と思ってるもんね。、はい、いや嬉しい。でも相席食堂とかも断らずに行ってくれたの嬉しかったっすよ。本当僕らも嬉しいなって言ってたのは、相席食堂とかも断らずに行ってくれたじゃないですか、うん、いやもちろんやん、めちゃくちゃ嬉しかった。いやでも正直難しいなとは思ってたけど、何がなんかもちろん声かけてくれたら嬉しかったからね。本当出てくれて嬉しかったです。ほんま難しかったですか。いや難しかった。何が難しいのこっちやからな。まあ難しいっていうかベクトルというか。で難しいのこっちやからな。上手にダメ。あ、ピリピリしてる、ピリピリしてる。でもそうやんな。そうですよ。もちろんねロケやからキュッとなってんねんけど、もうクリオネを探す、クリオネを探す言うてずっと潜ってて、やっぱこう後半も見つからへんかってんけど、もうとにかく見つけたい、見つけてね奇跡起こしたいって思いでやってたから、正直きつかったしな。きつかった、きつかった。うん、まあもちろんごめんごめん、それはもちろんスタジオのハゲた、ね、うん、それハゲた。怖っ。でね、本当本当に上下関係に人一倍厳しい木下に対し暴言を吐き続けるノブ。さらに木下さん痩せなかったですね、この騒動で。なんかね、思ったのが木下さんこの騒動で痩せなかったっすね、うん、ああそうやな、珍しないっすか。珍しくないっすか。喉通ったんすか飯。うん。飯は食ったな。何好きなんですか食べ物。食べ物は何好きなんですか。でも焼肉やな。焼肉を送ったんですか、うん、このしばらく休んでる間も しばらく休んでる間焼肉食ったんですか。実家が焼肉やからな。ああそうですよね、うん、でお店もねそうそうそうやられたりして、うん、あもう家帰ったら絶対焼肉やな。
え、家帰ったら絶対焼き肉だったんですか、うん、お母さんが。いや、あの期間中に毎日焼き肉食ってたは言わない方がいいですよ。なんやろ、じゃあ、なんやろ、贅沢してるって感じってこと。まあね、なんかイメージではね、食ってすごい贅沢な食べ物なんで良くないかもしれないですね。ほぼあほぼ焼肉やったことを木本さんに言いました。それほぼ焼肉やったことを木本さんに言いました。木本に言わない方がいい。怖い。ちょっと僕が言うてはないけど、まあ、俺が焼肉好きなことは知ってるからな。でもいつか会うと思うんで、僕が今ちょっと木本さんやるんで練習しときましょうっつって、ちょっとあの期間ほぼ焼肉食ってたって、お会いされるじゃないですか、うんうんうん、いつかね。でいつか木本さんと木下さんがそこの時に絶対言うじゃないですか。練習しときましょう。今僕木本さんやるんで練習しときましょう、はい、俺木本さん、まあまあ、OK、いや迷惑かけたな。まあな、うん、やっぱりこうこの間ずっと俺、まあ、反省もして、ねえ、もうニュースでも見てたし、うん、いろいろ話は聞いてたからな、大変やって。そんな仲やけど俺は焼肉食べてたわ。焼肉焼肉、うん、毎日ほぼ毎日焼肉食べてたわ。反省してないみたい。ほぼ毎日焼肉を食べてた、うん、練習 OK です。はい、 OK です。これ気持ち、これ絶対やってた方がいいし、はい、伝えた方がいい、はい、木本さんには言った方がいいんで、再スタートとして、うん、そうですね。あの YouTube の謝罪の動画あったじゃないですか、うんうんうん、あの YouTube のあの最初の謝罪の動画あったじゃないですか、白シャツの、はい、あれの前日何食ったんですか。 あの前日は何食べたんですか。チャンスの時間、フルで見られるのはアベマだけらしいな。プレミア会な、今まで配信してきたチャンスの時間の名作を見られるらしいね。見られたくないけどね。この動画の続きはここをクリック。